はい、どうもレンジです。今日もご視聴ありがとうございます。今回はねハリンの空軍対策を、解説していきたいと思います。ちょっとね圧倒的に空軍の時はこれが強いなっていうのがありまして、でまずね、ここのリスポーンの初動は、この右側に、ね、行ったら大体いるんで、探しに来ました。これ隠れてるな、これ隠れてんだけどちょっと見つけるのめんどくさいんで、でもいるんだよな、やっぱ耳鳴りがね。そう、空軍がいる時ねちょっとねハリンだとやっぱ対策がねできるっていうのがね一つあったんでね、はい、まあ、ちょっと救助のシーンでねぜひねご覧ください。いや、いないいない、やばいやばい、この衝動やばい隠れられてる、振動と思ったら囚人がここにいたんでラッキー。オッケー、僕のね、まあ戦闘スタイルはオッケー。まずね、1回引いたら、解除して殴るっていうパターンですね。2回引いてから殴るでもいいんですけど、まあそのあれだね、なんか最後のそのバチンっていうスキルで仕留めるのがねやっぱ、やりやすいなっていう感じで、僕のプレイスタイルはそんな感じですね。はい、あと1回引けば仕留められますね。うん、そう、それによってね占い師をね無力化できるっていうのが強いですね。はい、ここは平面でしっかりバチンしましょう。 OK。 これマジで気をつけなきゃいけないのが、その高低差、階段とか高低差があるとそのバチンが反応しないのでね、はい、これねあったらマジ最高だったんだけどね、さすがになんかダメなんだよねそこは。うん、同じ軸じゃないと食らわないっていうね。はい、でここで空軍についていく。さあ、空軍ちゃんが、ま、耳鳴りがあるんでね、おそらく空軍か傭兵が来るんですが、まあここなんかいると。さあここは誰だ、空軍。 OK、 空軍にこれ1個当てたい、1個当てたい、1個当てればあと楽なんだけどと思ったけど、ちょっともうめんどくさいんでそのまま出ましたさあこれで囚人をね6割超えたらね結構でかいんだけどね。うん、 OK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 、 よし6割超えていく。じゃあこれはね速球させていきましょう。さあここはね空軍、まあ1回ね当てて、さあビリビリは届かない。空軍はこの針もう無傷球でもう僕はいいかなって、はい、思ってます。うん、まあね正直一発当てた方が絶対いいんだけど、まあもうせいぜいトゲをねこう当てて、うん、まあなんでかっていうと、まあ、このパーティーだったらね、まああとこのステージもねまあ大丈夫だと思うんだけどね、まあ、もし今ので2階に行かれたり、そのステージによってそのビルが苦手な場所にね移動されちゃってたりすると、その占い師の袋とかで時間稼がれてね、そうなるともうどうしても空軍のジュームを当たって、そのもうトンネルが伸びちゃうんだよね、セカンドチーフチェイスめっちゃ伸びちゃって、はい、でこれ傭兵もうきついんで、うん、まあ、いかにこういうねもう自分がきついとこに、行ったらもう行かないっていうのがね、鍵ですね、ビルはマジで。さあここは倒してもらったんでそのまま加速してもう1回使わない。そうなんで空軍がいるときは僕はもうハリンモードでずっとキャンプしてますね。はい、車輪モードね。うん、さあここで調光師を仕留めていくで、残り2台なんでで異常にねちょっと変えていきたいとこですね。はい、でここ空軍見えたんで調光師1回寝かせてね、ダウンするのが長いんでね、はい、崩壊に振ったりしてて、はい、でここ空軍当てたいな、空軍当てたいなってニョキニョキしてんですけど、うまいなこれ、ちょっと小回りがうまいうまいんで、もうこれは 0.5 ダメージ当て、さあここは OK、 鬼没がね、うん、さあ鬼没もちょっとミスってしまうんですが、さあ 1.5 ダメージ OK、 これはもう救助来れないんでね、はい、さあでここで異常に変えましたと。さあでこれで両兵来るしかないんでね、はい、で空軍10あるんだけどね、さあどのタイミングでここで使ってくるかと思ったら使わないと。 OK、 で解読残り1台。さあここは異常どっかでぶっ放したいとこ。さあ2人ともいるんでね解読が進んでないんで、はい、まあここ落ち着いて、ああ傭兵が肘当てで小手使って、さあ1個当てて、さあもう絶対にね絶対にトゲさすまんって感じで、で向こう解読してるの見えたんで1回こっち行きましょう。はい、まあ、そんな固執しないでいいんでね、ぶっちゃけ。さあここ 0.5 入ってんでもうそのままパチンと OK。 うん、そうもうね1人飛ばしたらもう固執しない方がいいんで、ビルは固執する意味があんまないからね。はい、結局その解読させちゃうっていうのがあんま意味ないんで、うん、そう地下にね釣ってるわけでもないし、その地下、まあ基本でもあんま俺地下釣らないかな、ビルの時。うん、
なんか持つ時の移動速度も遅いし、平面じゃないからね。さあ、ここ空軍が上行ったんで、これは無理と判断しまして、と調光師を追っていきます。さあ、ここはそのまま、あ、ちょっと待って、くしゃみが、いや、最近花粉のね、花粉の季節すごいですね。うん、花粉対策してね、あれぐらい飲まないとね。はい、さあ、ここはね、足跡を追っておこうと思ったら解読してる、これはラッキー。うん、いや、マジで花粉でね、鼻水と目やられますよね、本当に。さあ、ここは1回当てて、もう1回これで当てて、と OK。 さあ、ここクールタイムがあるんでね、仕留めていきたい。さあ、上行かないで、 OK、 ナイス。このノーマル攻撃もね、ちょっと癖あるんですけど、まあ慣れるとね、割と強いって感じでね。さあ、傭兵に1本刺さって、調光師がまだ起き上がってないんで、ここね、カイオッキーね、いい感じにあるんで。さあ、調光師起き上がるかで、奥で解読してるっぽいんでね、これと思ったら調光師起き上がって、調光師やるかな、これ。そしたら、うん、でき、あの、危機入ったんでね、はい、このままパチンと。いや、強っ。あ、調光師なんか今回のアップデートで、トゲもその抜けちゃうみたいな、うん、あの、調光振るとね、そう、白黒の球根とかも、もう、もしかしたら巡視者も、戻るみたいな、巡視者くっついても、構成振っとけば、外れるみたいな、もしかしたらその仕様があるそうなんでね、はい。いや、ちょっと、怖いなと思ってたら海賊が危ない。まだ異常使ってないからね、異常こうやって使いたいね。うん、さあ、ここで2個つけて、でこれ高低差あるんでね、バッチンができないんで、と思ったら降りてくれたんで、これは普通に殴ろうかな。 OK、 ナイス。さあ、これでね、全釣りできましたと。はい、こんな感じでちょっと空軍対策やってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。今回はね、そのウィルの空軍の対策動画でした。その、まあ、空軍いたらね、マジで何回も言うけども、ハリンのままでいいと思います、僕はね。まあ、ステージが、あの、見失わそうだったら、まあ、そのまま空軍殴って銃受けて追いに行くっていう感じでもいいと思います。うん、まあ、ただその代わりね、やっぱ解読進んじゃうんでね、もうチンたらできないって感じなんですけど、はい、またね、こんな感じでちょっとビール3兄弟ね、最近ずっと、ランク戦回ってますのでね、はい、どんどんなんか共有していきたいと思います。気になる方はぜひチャンネル登録やいいね押していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。お疲れんじ。